ピエール・ポール・プリュードンはフランスの画家。神話、偶話を元とした絵画、肖像が有名である。クルニーで石膏の父親の10番目の息子として生まれる。16歳の時ディジョンのフランソア・ドボージュの絵画学校に入学する。1780年にパリへ出てきた。1782年にイタリアに留学し、レオナルド・ダ・ヴィンチやコレッジョに傾倒する。 1784年にローマ賞を受賞。帰国後はパリに滞在し、フランス革命中は革命派に加担した。初期は生活のためにデッサンや肖像画を描いた。1798年にサンクルー城の天井画の依頼を受け、以後同じような依頼が続く。活動が盛んだったのはフランス第一、帝政時代以後であって、 1801年からナポレオン一世より、肖像画や室内装飾の依頼を受けるようになる。特に皇后ジョゼフィーヌに認められて、マルメゾンの庭に腰掛けるジョゼフィーヌなど多くの代表作を残した。また、ナポレオンの二番目の妻マリー・ルイーズにも認められた。1821年に弟子であった、女流画家、コンスタンス・メイエが自殺し、大きなショックを受けた。 1823年にパリで没し、ペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。作風は明らかに新古典主義に影響されているが、ロマンティックな上司を含み、優美な感覚と完美な色彩感を持っていた。彼のキアロスクロの技術で人物と背景とをはっきりと浮かび上がらせるやり方は、スタンダール、ウジェーヌ・ドラ・クロワ、ジャン・フランソワ・ミレー。 シャルル・ボード・レールラ芸術家に高く評価されていた。ありがとうございます。